海と日本。高松市西上田町にあるどんぐりランドで香川里海大学森と海のつながり体験講座が行われました。この講座では森の働きをフィールドワークで体験しながら森と海のつながりについて学びます。実際に森に入って実験を行いました。森と裸地それぞれに雨に見立てた水を流し観察していきます。まずは裸地に水を流すと草木がないため染み込まず地面の上を泥水になってすぐに流れ出しました。一方森に水を流してみると草木があるため水は流れ出すことなく土にゆっくり染み込みました。森と海はどのようにつながっているのでしょうか。裸地であれば降った雨がそのままもう染み込まずに地面の上を流れて川に出て海へ行ってしまうと、そうするともう泥水になってこう行っちゃうわけですが、森でこう森の土に深く染み込んでからゆっくり出ていくと、まず一つは洪水を防ぐということと、森の土の中に溶けているいろいろな養分を含みながら流れていきますので、海中のプランクトンを養ってそこへ魚が来るというね、海の生き物を養う上で森から出る水というのが非常に重要だということですね。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。